はい、どうも皆さん、こんにちは。すっかり涼しくなってきて、もう夏の終わりを感じさせられますね。いよいよ秋がやってきます。スポーツの秋、食欲の秋、ケースケの秋、クラクラチャンネルのーケースケ実況機のーケースケです。ブーということで、いやはやもう涼しくなってきましたね。もう一年あっという間でもう秋がやってきちゃいました。皆さんどういった秋を過ごす予定でしょうか。で、そんなね、秋を感じている、私、ケースケ、今日は何をお送りするかと言いますとね、久しぶりのサブアカでの、動画となっております。で、サブアカね、今ね、クラン対戦ね、参加しておりまして、ちょっとね、もう、あともうちょっとでね、もう、アタックね、対戦がね、終了しそうなんですよ。でね、こうやって見てったらね、昨日のね、クランルールの動画でも見た通り、本当にタウンホール12ばっかり、でして、もう11以下はね、もう埋まっちゃってね、もう12しか残ってないんですよ。で、今回ね、タウンホール12での、一番下の、こちらのアタックですね。こちらの配置に対してですね、今からですね、プラン解説からのアタック、ちょっと急いでやんなきゃいけないので、ちょっとね、今回はですね、リアルタイムアタックで、タウンホール11のアカウントで、果たしてタウンホール12を全開できるのかどうか、やってみたいなと思います。さあ、ということでね、ちょっとね、やっていくわけなんですけどもね、編成に関してはね、ライトニングドラゴンのバッドスペル編成でね、ちょっとやろうかなと思っておりまして、はい、こちらの編成ですね。あ、ちょっとバルーンの量が多いな、バルーンの量が多いんで、ちょっとね、ベビドラのライトニングドラゴンをちょっと消しちゃって、で、これで、OK、260枠になりましたよね。で、まあ、攻め方としてはね、まあ、とりあえず、怖い説といえば、イーグル砲と、あとシングルインフェルノタワーですよね。なので、突撃艦で、しっかりと、こちらのイーグル砲に対してですね、当てていって、こう、イーグル砲ね、バルーンで折っていきたいなと思います。で、援軍の中身が確かベビドラとか色々入っていたんで、まあ、ベビドラとかを先に釣っちゃって、で、パワーキンでこっちの方から流していって、まあ、ベビドラ釣っていって、で、アチャクイで、裏から出してて、ベビドラを処理してきつ、パワーキンはアイアンフィストを発動してって、こっちの対空砲をね、なるべく折ってもらいます。で、アチャクイに関してはね、これね、結構チュートリアルとかの、チュートリアルモードあるじゃないですか。あれで、アチャクイこっから出して、ババキンこうやって削ってってもらったら、アチャクイこっちの方向に流れると思うので、なので、アイスゴーレムでターゲット取りつつの、しっかりとここら辺を折っていってもらって、こっちの対空砲も折ってもらえたらいいなって思っております。で、ライトニングドラゴンを、こっちから出していって、まあそうですね、施設数が結構多いんで、サイドカットの方をやってもらって、で、あとはですね、ここから、ライトニングドラゴンラッシュで、面でね、当てていきます。で、こっちのシングルインフィノタワーに関しては、コウモリの呪文バットスペルと、フリーズか。ああ、なるべく先にこっちのウィズトを処理してもらってから、バットスペルでここら辺当てていって、で、削ってもらうみたいな、そんな攻め方でね、ちょっとね、今からやってみたいなと思います。さあ、というわけで、早速、行きましょう。ちょっと待って、呪文、ポーション使っていきましょう。ポーションをね、ヒーローをブーストしていって、で、ユニットもブーストしていって、オッケー、超えて、アイスゴーレムとかバルーンとかのレベルも上がったんで、ちょっとこれで、やっていきましょう。あー、緊張する。皆さんもね、ほんとね、喋りながらね、ちょっと攻めてみてください。ほんと緊張しますよ。いや、ただね、今回ね、全開がかかっているんで、ちょっと、黙ります。私、ケイスケ、ちょっと黙ってしまいますがね、その点については、ご了承ください。なので、行きますよ。こっから突撃艦とか入ってる。オッケーオッケーオッケー。で、レイジとかも当てていって。コウモリ足りるかな？ウィズトを削れるかな？ね、微妙いかもしんないけど、行こう。よし。これで、ヒーローポーション、あれ、ヒーローポーション使ったよね？ヒーローポーション使ったよね？あれ？レベルが上がってなかった。レベルは上がってるよね？オッケーオッケーオッケー。なので、行きますよ。あーって、緊張して。手震えるんだけど。オッケー、こっからの、アタック、行きましょう。あ、コウモリの呪文、もうちょい増やしてもよかったかもしんないな。どうだろう、まあ、いっか。で、突撃艦出してって。まあ、いいや、ここら辺トラップとかに関してはね、もう関係ない。関係ないんで、こっから、割れて、やばい。ちょっと変な方向に行った。変な方向に行ったんで。で、ちょっと、アチャクイとかを出していきながら。で、イーグル砲をね、折ってってもらおう。で、アチャクイ、体育の助、虎に引っ張られて、イーグル砲を折ってもらわないと意味がない。オッケーオッケーオッケー、折った。折ったんで、ここからアイアンフィスト、もうシングルインフィに当たってくるんで、アイアンフィスト発動してって、アチャックイが流れたな。アチャックイ、ちょっと待って。どうしようか。ちょっと、一旦捨て、待って。こっから、いやでも落ち着いていこう。で、バルーンとか、ここがやばいんで、グローグを使っていって、で、へちょってもらいましょう。で、アイスゴーレムが嫌だ。このフリーズしか。クロークが間に合わねえ。あー、クローク間に合わなかった。まあいいや、で、バルーン出していって、ライトニングドラゴンを出していって、
聞きながら、こっち方向すげえ残ったな。こっち方向すげえ残ったんで、ちょっとサイドカットしてもらいましょう。サイドカットをしてって、で、へし折ってもらいましょう。で、へし折ってもらったら、エリクサーポンプが削れるタイミングで、もう主力部隊を出していきたいんだけど、どうしよっかな、これ。どうしよっかな。微妙いな。で、バルーンを出していって、で、もうライトニングドラゴンラッシュでいきましょう。で、パーティータイムをしていって、削っていってもらいます。で、いいよいいよ。こっから思いっきり入っていってもらって、で、こっから、変な方向に流れそうだな。変な方向に流れそうなんで、一旦ここで、トームとかをピッキンしていって、で、シングルインフェを折ってくれるとありがたい。で、折ってくれるでしょ。折ってくれるんで、こっから、どうしよう、アイスゴーレムが腐ってんだよな。アイスゴーレムがすげえ、腐ってんですけど、アイスゴーレムの腐り具合、ライトニングドラゴン、頼む。こっから、もういいや、ちょっと一旦、コウモリを打ってって、で、フリーズで固めていって、ウィズトを削ってってもらいましょう。で、そしたらね、アイスゴーレムとかを、ちょ、変、もう変、変な感じになってる。変な感じになってる。変な感じになってる。変な、超絶グダグダ、グダってる。すごい恥ずかしい攻めになってる。恥ずかしい。これお蔵入りにしたいぐらい恥ずかしい攻めになった。お蔵入りだよ、こんなの。何これ。何これ。全然プラン通りじゃねえ。全然プラン通りじゃねえ。はい。じゃあ、あまりにも、ひどい攻めをやらかしてしまったんですけども。次もう攻めれる場所ねえな。もう格上タウンホール中に辛いよ。なんでやもう、次20番どこ、どういう施設レベル、どういう、いや無理だよこれ。インフィオタワー3本あったらもう無理だよさすがに。こんなんどうやって取れって言うんだよ。無理だな。どう行こうかなこれ。もうあともう一回残ってるんだよ。もう一回残ってんだけど。どう行くべきだこれ。ね、突撃艦で、バルーンをへし折ってって、で、突撃艦で、イーグルをへし折ってって、で、あとは、あとどうしよっか。とりあえず、ヒーローでサイドカットしていきつつ、こっちからライトニングドラゴンを流し込んでって、で、こっちはコウモリで、あとはライトニングドラゴンで、チェーンとかでバンバン削ってってもらうっていう、そういう方法がいいかな。エア戦の向き的には、こういう感じなんで、それで、行きましょうか、次は。はい、じゃあね、メンタルバッキバキにへし折られてますが、ここ、行っちゃいましょう。突撃艦を出していって、ちゃんとしっかりとイーグル砲を追っていって、で、ヒーローでサイドカットしていって、ここら辺削っていって、で、ここをね、ライトニングドラゴンでへし折っていく。で、あ、そしたらですね、あとはコウモリでここをね、追っていけば全開、いけるんじゃないか。タウンホール11でも、12を全開できるところ、皆さんにお届けしたい。行きましょう。行きましょう。やりましょう。やる男。しっかりと、突撃艦を、トラップ出てきそうだな。トラップ出てきそうだな。頼むよ。出てくんなよ。何も出てこないで。対空爆弾ぐらいだと OK。で、OK。イーグルの前に来たんで、イーグルに対してスペックの高い、レーベルマックスのバルーンを当てていく。で、OK。はい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 。ドラゴンね。ドラゴンは、はいはいはい。想定の範囲内。想定の範囲内ので、で、バワキン、アチャクイを出していって。で、しっかりとね、こっちフォークにバルーンを出していきながら、ライトニングドラゴンを運んで、サイドカットの方、行っていきましょう。で、ここで、アチャクイ、もうちょっと、バワキン、いつもね、レベルマックスのレベル高い、ヒーローを使ってるからね、ここで心もとねえな。心、できれば対空砲って言ってもらいたいけど、ちょっとドラゴンに引っ張られてる。ドラゴンに引っ張られてる。ドラゴンに気がありすぎ。この人ドラゴンに気がありすぎてるんだけど。で、ビズトをへし折ってもらえば、後々ね、コウモリが伸びるんで。まあ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 。よしとしましょう。で、こっからバルーン当てていって、で、ここから主力部隊のライトニングドラゴンで、ウォーデンを当てていけば、こっからもう完璧なんじゃないか。完璧、いい流れ、いい運び。で、レイジを使っていきます。レイジを使っていって、で、ここで一気にライトニングドラゴンたちに対して、ここで一気にピキーンしてって、よし枠から守っていく。で、しっかりとレイジョンももう一回使っていって、で、しっかりと手順編成でいきましょう。で、コウモリの呪文を打っていけば、ここから、一旦フリーズで、ちょっと固めていきます。一旦フリーズで、クロスボウとかも、ね、攻撃速度速いんで、いきましょう。で、ここにレイジョンを足していって、で、いけばシングルインフェとかも削っていって、で、フリーズ固めていって、オッケー、どうだ、ビズ島とか、対空砲とか、削っていけば、ワンチャンあるんじゃないこれ。ワンチャンありそうだぞ。ワンチャンあるか。いけるんじゃないか。いけるんじゃないかこれ。いい感じにライトニングドラゴン残ってて、怖い対空施設は。もう、あーでもきつい。きつそう。いやでもライトニングドラゴンがまだ残ってる。コウモリもまだ残ってる。大変一生取って、
クロスボーンとタギを取ってれば全然、あーここでここでどうだ、コウモリたち、コウモリたちがクロスボーンを削ってくれればあるぞあるぞあるぞ、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン、オッケー、壊した壊したって言ったんだ。あとは怖い説はもうほとんど残ってないんで、いけるか、タウンホール12へ12を前回いけんじゃないか。いやでもね、残り時間1分切っちゃったんだよな。どうだ、こっからいい感じにチェーンがどん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 入っていって、奥の施設を壊していけばワンチャンありそうだぞ。どう、いける、いける、11で12全開、いける、いけそう、いけそうな気がする。どうだ、頼む、全開取りたい。前回11が12を、前回しかもギガテスラレベルマックスのところを前回取ったらかっこいいじゃないですか。なんかチェーンの入り方おかしくなかった。なんで今呪文工場経由すれば4つ以上入るはずなのに、全然ちょっとおかしいチェーンの入り方してた。チェーンの入り方、待って、12時方向呪文工場残っちゃってたらダメだよ。ダメだよこれ、ちょっと待って、あ、待って、惜しいだ、惜しい、 87% 90% までいけそうな、おい、逃がしたのに、いけそうな気がしたのに。いけたよね、これ、ワンチャン、惜しい。惜しかった、今。すごいいいアタックじゃなかった。はい。じゃあね、ちょっとね、アタッカーを見直していきましょう。いや、ちょっと惜しかったですよね、これね。もうちょっとヒーローレベル高かったりとかしたら、もうちょい施設も削れて、時間切れ防止にも、ね、役立ってたと思うんで、いや、惜しかったな。ボーデンとアチャクイババキンのレベルがね、やっぱりまだ、あのタウンホール10の、ヒーローレベルマックスにも至ってなかったんで、それでね、施設の削りとかも変わったんで、ヒーローレベルでしたね、多分これ。ヒーローレベルがもうちょい高ければ、もうちょっと仕事したと思うんですよね。いやー、なので、全然、11でも、12、これぐらいの施設レベルだったら12全開、ワンチャン見えるっていうのが分かりましたね。だってやっぱババキンの伸びが全然、やっぱ、レベル65のヒーロー使ってんのと、見比べると全然違いますもん。だって、ババキン全然仕事してなかったですからね。これ65レベルのヒーローレベルじゃもっと仕事してたと思うんですよ。だからこれ、タウンホール11のマックス、レベル50レベルだったら、もうちょい施設で、削って、こっちのアーチャータバーぐらいまでね、全然削れてたっていう可能性ありましたからね。いやー、で、あとはね、アチャクイか。アチャクイもレベル39なんで、全然ね、ドラゴンの、処理スピードも絶対速かったと思うんで、ヒーローレベルだな。ヒーローレベルのせい。で、ファイ、レイジも使っちゃって、もうめちゃくちゃ、で、チェーンがね、奥まで届いちゃって、すごい奥まで、ね、届いちゃってね。で、もう全開できちゃうっていう感じだったんでね、これはよ、ちょっと惜しかったっすね。で、コウモリの呪文もいい感じ、シングルインフェの方にぶっ刺さっていったんで、結構これもね、結構良かったんじゃないかなって、個人的に思うので。で、しっかりとフリーズで水と固めていきながらの、ここからね、コウモリ、水との方に向かっていかなかったのか、向かっていかなかったんですけども、ここから、しっかりと、チェーンとかも入ってって、で、ここのライトニングドラゴンもしっかりとクロスの、タギを取っててくれたおかげで、結構コウモリが防衛施設壊してくれたっていうのも大きかったですね。いやー、なのでやっぱりね、皆さんヒーローレベルがいかに大事かっていうのがね、よくわかるような、そんなリプレイになりましたよね。はい。なのでね、皆さんもね、ヒーローレベルは、もうヒーローのレベル上げはね、サボらずに、どんどんレベルをね、上げていきましょう。おー、でもこれレベル20だったんで、もうちょいね、ライトニングドラゴンの持ちもね、全然違ったと思うんですよね。やっぱりライフオーラって、もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ強いですからね。だってユニットの HP が上がるわけですよ、いるだけで。だからね、本当に、ヒーローレベルとか、ボーデンもレベル上げていかないといけないなっていう、もう反省しましたよね。はい、なので、惜しくも全開取れませんでした。はい、ということで、今回はですね、タウンホール11で、クラン対戦タウンホール12を全開を狙うっていう動画、お送りしていきました。いやー、結構ね、1回目のアタックは超グダグダだったんですけど、2回目のアタックに関してはめちゃくちゃ惜しかったんで、ギガテスラレベルマックスのところに対して結構いいアタックをね、できたんでね、全然ね、夢があるなって思いましたよね。で、これからもね、毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。